ホエアマガエルは、アマガエルカーマガエル族に分類されるカエル。アメリカ合衆国固有した胃腸5から7センチメートル。体型は太い。皮膚の表面には、粒状の突起がある。体色には、変異があり黄緑、暗緑色、黄色、褐色、灰色等で、暗色の反紋が入る個体もいる。また環境によってもある。程度変色する。分担から、 体側面にかけて白い筋模様が入る。妖精の全長は約5センチメートル。変態直後の亜生体は体長1.4から2センチメートル。森林や市街地等に生息する。夜行性。樹状性だが寒気や温度が低い日は木の根元や茂み、地中に潜る。陶器はそのような場所で冬眠する。レインコールが犬の鳴き声に似ていることが。 和名や英名の由来。植生は動物食で昆虫類、節足動物、小型のカエル等を食べる。繁殖形態は卵生。繁殖音はレインコールと違い、単調で噛んだかい。3から8月に地上等に約2000個の卵を産む。卵は40から70日で孵化する。民家近くにも生息し人間に身近なカエルと言える。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は比較的多い。テラリウムで飼育される。樹状性のため、高さのあるケージで飼育するのが望ましい。床材に潜って休むことがあるため、ケージには、ヤシガラドや、ヨー土等の保湿力があり、潜りやすい床材をやや厚めに敷く。極度の群れに弱いため、蓋やケージの側面を、 金網等にして通気性を確保する。枝や流木、観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家にする。極度の高温や低温には弱いため、下記にはケージを風通しの良い場所に置いたり、冷房器具を使用する。逆に陶器には暖房器具を使用したり、ケージを温室に収納する。水は全身が疲れるような水容器を用意し、夜間や照明を消した際に、 霧吹きで湿度を上げる。餌はコオロギ等をピンセット等で各個体に与えるか餌容器に入れて与える。餌に対しては事前に野菜等の餌を与えたりサプリメントを振りかけて栄養価を上げる。生餌の場合は餌に反撃されたり逃げられるのを防ぐため顎や触覚、胞子を潰したり追ってから与える。ありがとうございます。